驚いたな。この状態で生きてるのか。聞こえてるか？何があった？山本、もう楽になれ。もっとも、ここじゃ死んでも痛みは消えないらしいけどな。なぜ。どうでもいいだろ。お前はもう死ぬ。校舎のどっかに知らせなきゃ。Thank you.
と関わってる。今なら黒崎と合流できるのに。ふくろい、ごめんね。私一人で逃げて怖くて頭の中パニックって。ふくろいは私のこと構ってくれてたのに、臆病者だよね。私、もし私が男で勇気と力があったら、黒崎やキザミ君みたいな強い男子だったら、ふくろいのこと助けてあげられたのに。誰か来る。誰、さっきのあいつだったら。私、山本、無事か？探したぞ。キザミ君、フクロイが、エミも、二人とも。山本、大丈夫、大丈夫だ。事情は大体わかってる。だって二人とも殺されたんだよ、あの変な男に。ひどい。ああ、知ってる。さっき俺も見た。この彫刻刀は、これでそいつと戦おうなんて思ったのか？私なんかじゃかなわないだろうけど、でも、ただ殺されるよりはって。バカだな、山本。こんなもの必要ないんだよ。俺が今お前の恐怖をすっきり終わらせてやるから。ふっ、かわすか。動けるな、山本。何するの、冗談は。あんまり変わらないと思うけどね。俺が本気でも冗談でも、山本が死ぬことにはさ。なんで？何？やだよ、やめて。さっきの話だけど、一個訂正な。フクロイは殴られて死んだんじゃない。刺されて死んだんだよ。こんな感じでブスッと。逃げるのか？疲れるだろう。あまり無理するなよ。
振り返ったらどうなるって言うんだ。来ないで。どうしたんだ福呂井君は。うるさい、来るなってば。お前もあいつの仲間なんだろ。錯乱してるみたいだな。何があったんだ山本さん。触るな。違う、手に違う。お前やっぱり、お前も。誤解だよ。これはさっき死体を調べた時におかしいって思ったんだ。あんなに平気で死体に触って、やっぱりだ。これじゃ何を言っても無駄だな。私は騙されない。もう引っかからない。やかましい女だ。生きている人間はうるさくてかなわないな。人は寡黙な方がいい。山本さん、もう行ってしまったのかい。上だ、上へ逃げれば。よう、山本。大丈夫か？逃げ惑うのもいいけど、無理するなよ。体力は温存しておかないと。いや、この辺でいいか。大丈夫か？何をだ。もうひどいことしないでよ。私あんたに何もしてないじゃん。そうだ、返さなきゃな、これ。感触がやはり違うんだな、男と女とでは。なるほど。いいぞ。